よし、じゃあ本日はこちらを使っていきましょう。ドロップショットミドウのジグヘッズ、まあミドストですね。まだ春の定番といえば定番でございますが、こいつはね、なんやかんやあんまやってないから、顔を取り戻す意味でもやっていこうかな。正直水がきれいなところのこの時期の釣りでは最強でしょ。間違いなく最強種です。まあね、ミドストといえば難しいというイメージを持たれている方がいらっしゃると思いますけれども、まあ僕はねミドスト結構、まあ、自分で思ってるだけですがやってる方なので、まあ、それなりにミドストってこうであるべきだよねみたいな、そういうのも踏まえてそれなりにこだわりがあるわけなんですけども、そんな僕から言わせてもらえばすげえギルがいっぱいおるなそんな僕から言わせてもらえればやっぱりミドストは難しい、まあ、中にはねミドスト簡単ですよっていう人もいるんですけど、まあ、僕から言わせてもらえばそれミドストじゃなくてシェイキングリトリーブやんけっていうね、そんなこと言ってる人の大概はね、僕はこうやってシェイクしてジグヘッドを中層で泳がすことをシェイキングリトリーブだって揶揄してるんですけど、それはミドストとは言わんだろうと、まあ、究極のミドスト、完璧なミドストを求めていくばくね。それを体現するためにはタックルバランスから使い方から全てが完璧でなければいけない。それを僕はとてもじゃないけど簡単だとか慣れれば誰でもできるよなんて言えません。そしてなんでそこまで完璧を求めるかって言ったら、やっぱり完璧なミドストと完璧じゃないミドストの中で、大きな差があるので、動きにそれこそただ巻きとジャーキングぐらいの差があるので、それを一緒にするのはどうなんだろうっていう、故に完璧を求めるんですが、今なお完璧には到達してないですね、自分の中では。まあタックルからしても全然完璧じゃないんですけど、この中で完璧なのってワームとリールだけです。ドロップショットミノーはもう、あ、パーフェクト、これはもう本当にパーフェクト、ずっと言ってるけどこれ以上ないです。まあこれでカバーできない能力はあるよ。ドロップショットミノーではちょっと難しいよねっていう時ある。今なんかちょっと思うけど飛ばねえ飛ばねえはあるから、飛距離重視の時にちょっとなんで右に曲がるんだよさっきから。でも空気抵抗だろうね。そういう意味では風がある時とか飛距離出したい時に、うわーちょっとあの竹が本当に邪魔やな、そういう時にこれがなっていうのはあるんですけど、ことアクション面で言ったら間違いなく最強種の一つです。そんなドロップショットに合わせるのはガマカツのホリゾンヘッズ、まあ、設計はほぼ完璧です。針がダメだけどね、針っていうか針質ね、針質がダメ、明らかに柔らかすぎる、まあ、別にこれホリゾンヘッドだからじゃないんだけど、ガマカツだからとかでもない。大体ねどのメーカーもなんか最近、昔はそうじゃなかった気がするんだけどな、最近の針って柔らかすぎる気がするんだよな。もちろん針は硬ければ硬い方がいいわけではないんだけど、硬さ重視と粘り重視の中で、まあ粘る方がいいよねっていうのはあるんだけどね、折れるぐらいなら粘ってくれた方がいいと、それはあるんですが、最近の針はね大概その粘り調子を超えて柔らかすぎる気がする。どんな針もホリゾンヘッドもそうだし、柔らかすぎるんで伸びるしなまるし、針先が刺さらないし、無駄に太くしなきゃいけないし、強度上げるためにね針の太さをだよねっていう感じなんですけど、だからその辺のバランスがいいのが僕の中で市川の針なんですけど、まあ、針は市川みたいな話をしたと思うんですよ。オイルはボード、針は市川、リールはシマノみたいな、あくまで俺の中でではっていう話ですが、市川の針って、まあ、メーカーとしてだと思う。ほとんどの、まあ、今まで使ったことある針ね、カマキリから CT5 から何からね、サソリからムカデから何から何までね、大概やっぱ硬いんよね針が。硬いから刺さるし、なまらないし、伸びない。でも硬いっつっても硬すぎちゃって欠けたりとか折れたりとかっていうのがしない。全体的に見たら粘り調子ない、粘り調子だけど最近の他の針に比べたらやっぱ硬い。だから素晴らしいバランスです、というか理想的なバランスです。針はこうあるべきだよねっていうバランスだからね、針質だけで言ったら市川の針がいいんだけど、だからラインナップがね欠点だから、この形の針が欲しいんだよなっていうのがないんですよね。まさにジグヘッドとかそうだけどね、市川でジグヘッド出せやって思うんですけど、まあ出たけど、なんか出ましたがアウトバウのやつ、
まあでもな、針は良くてもな、設計がダメだったらダメだからな。あんま期待してないんでね、正直あんまり期待はしてませんよ。まあホリゾンヘッドはね、あえて使ってる理由としては、もう設計がいいというか、まあ、ミドスト用というよりは名古屋長方用ですけども、名古屋長方専用ジグヘッドだからね、汎用ジグヘッドじゃなくて、だからこそのミドスト系の釣りにおいてはこれ以上ない。まあ、ワームとの相性もあるけどね、ワームとの相性もあるんだけど、まあ、ホリゾンヘッドのこの設計の良さがあるからこれを使ってるのであって、針だけで見たらね、もっといい針なんかいっぱいあるんですよ。もっといい針なんかいっぱいある中であえてこれを使ってる理由ね。という意味ではいくら針が良くても設計がダメなら使わないんで、チグヘッドはダメっていうか合ってないというか、正直イチカのジグヘッドはあんまり期待してません。作ってる人が作ってる人なんで。ラインもね、今は P ラインを使っております。 P ラインにフロロのリーダーを割と短め、俺にしては短めです。こんなもんです、リーダーの長さ一ヒロですね、ちょうど。これラインもね、いろいろ試したんですよね、フロロからナイロンから。フロロはもう糸が沈んじゃうからダメなんですけど、かといってナイロンどうなんだろうと思ったけど、ナイロンもダメ。ミドストする上ではありかなと思ったんですが、いかんせんもう弱すぎ、弱すぎワロチングです。ナイロンが弱いって言ったら GTR 使えよみたいなことを言われるんですけど、 GTR 使いました。 GTR 使ってなお弱い、明らかに切れる。ナイロンの良さっていうのは、フロロに比べたら太い糸を使っても使いやすいってことだと思うよね。フロロの10ポンドとナイロンの14とか16とかが同じぐらいの使用感みたいな、それがね、やっぱり糸を太くできるのがナイロンの良さだと思うんで。でもこれ逆に言うと、同じ太さやったらフロロの方が強いです。強いというか総合的に強い。俗に言う対摩耗性がうんちらかんちらもあるんだけど、それは対摩耗性に歌った GTR とかを使っても一緒なので。その GTR の対摩耗素材っていわゆるシリコンだよね。シリコンをこう含有することによって滑らせるんよね、糸を。で、傷がつく前に滑らせて傷を防ぐっていうのが、あの手のラインの対摩耗の原理なんだけど、逆に言えば滑らないで傷がついちゃうようなシチュエーションだったら話にならないよね。それが顕著に出るのがバスの刃、バスの刃のところでゴリゴリって擦れるとナイロンはすぐ切れます。太くしたらいいんだけど、フロロに比べてね、同じ太さを使うっていう前提、ね、で考えた時に明らか切れる。フッキングした時とか全然問題ないんだけど、ジージージーってやりとりしてる時に、オープンウォーターだよ、カバーとか擦ってるわけじゃないのに、押して押して押してプツンっていきなり切れるから、もう歯しかないよね、そういう時って。歯に擦られたみたいな。それがね、一度や二度じゃないんですよね。でフロロを使ってる時ってバスの歯で擦られて傷がつくことがあっても、それで切れることなんか3本のライン使っててもないんで、ないのもっと太い糸を使っても8割ぐらい切れます、細番手自体だったら。だからナイロンはもう太くしなきゃ話にならない。太くしてもいいだし、太くしなきゃダメまであるんだよな。でもアクションのこと考えたりとかするとね、あんま太くもできないから、この手の釣りはって考えたらね、あんまり良くないです。それはもう GTR とも一緒、結局滑んなかったら意味ねえから。バスの刃に対する傷の強さってもう多分滑りとかじゃなくて単純な素材の硬さの問題があるから、ナイロンの方が柔らかいんで、どこまで行っても柔らかいゆえに傷がつく。フロロは硬いゆえに傷がつきづらい。ごくごく当たり前でございます。王様も細いナイロン使わないでしょ、なんやかんや。太いからナイロンが成立するんだよっていう。4ポンドとかでは話にならんということですね。で当初はナイロンにフロロのリーダーつけようかなと思ったんですけど、それなら PE でいいかなっていうことで PE を使ってますが、で PE ラインもね、その PE ラインとリーダーの太さをどうするのか問題があるんだけど、大体僕の基準としては PE ラインの号数表記の数字にリーダーのポンド数を合わせ、おお、パス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 、号数表記に、あ、食わねえ号数表記にリーダーのポンド数を合わせるんだけど、例えば 0.45 の PE に4ポンドのラインみたいなね、 1.05 の PE に10ポンドラインとか、もしくはちょっとリーダー太くね、 0.45 に5ポンドとか6ポンド、 0.85 の PE に8ポンド、いやもっと太くて10ポンド、12ポンドみたいな、そういう基準で選んでます。その方が糸の太さ、PE の太さとリーダーの太さのマッチングがいいかなと。
強度的なマッチング、太さ的なマッチングいいかなっていう感じなんだけど、今 UL ぐらいの竿で大体4ポンド基準でフロロのねタックルを組んでるんですが、それに対して P ラインが 0.85 です。かなり太い。 P を太くしてリーダーを細くする、これ割とセオリーから反対のことをやってるんで、このセッティングをする釣りってあんのかな他に。ちょっとね軽く調べたけどわかんない。リーダーをやたら太くするとかあるんだけど、リーダーを細くして P を太くするっていうのは個人的に聞いたことないですね。まあ例外的に P ラインが5号でめちゃ強い100ポンドぐらいあって、相対的にリーダーがなんか40ポンド50ポンドあっても弱いよねみたいな、そんなセッティングはあれど、コンマ何号っていう細番手の PE で PE よりもはるかに弱いリーダーをつけるセッティングをしてる釣りなんてあんのかななんて感じなんですが、これをあえてやっております。非常に特にこの結束がね相性悪いんですよ。 P ラインが細くてリーダーが太いと簡単なんだけど、割とね PE が太くてリーダーが細いとね締め込まないんで糸が難しいです。でもそれをやるだけの意図があるわけなんですけど、意図だけにねその辺の意図はまあいいでしょう。まあこれもね現在いろいろ模索中ではあるんですけどね、本当はナイロンラインにフローリーダーはどうなんだろうとか思わんでもないんだけど、ナイロン通しでもいいんだけど通しだと切れちゃうからリーダーにフローつけるみたいな。今はちょっとコスパ考えて PE を使ってますが、さっきも言ったようにこの中でもう完璧っていうかこれ以上ないなっていうレベルに入ってるのはワームとリールだけです。それ以外はもう全然検証中、もうちょっと雑くなってなんか引っかかったわ。リールは別にどれ使ったってミドストにおいてなんか問題が出るわけじゃないと思うんですけど、まあドラグ性能とかねそういうの考えたらねって話。オーバスや投げてるわ。絶対逃げるよなあいつ。あ、いた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 。投げるな投げるな投げるな。マジかよ、食わねえのかよあれ。あれ以上のアプローチはないよ。これで食わないならもう絶対食わないね。150点のアプローチだったもんな。これで食わんかったらもうダメ。逃げるんかい。見向きもしないしこたまチャンスあるのに完全に罠だわ。アプローチとしてこれ以上ないんだよ。着水音もゼロだし糸の波紋もないし、俺自体も壁に同化してもう一切動かないようにしてるから、で竿も動かしてないでしょ。まあシェイクはしてるけどこうズバズバってなるほど動かしてないから、で魚の進行方向にあらかじめ置いとくっていうね、近づけさせないし完璧なんよ。アプローチとしては完璧なアプローチをしてもなお逃げていく、ルアーを見事にこう避けていく、鯉のように 100% 釣れん。あれはあれはもうルアーで釣るとか釣らないとかそういう話じゃねえわ。もしかしたらリアクションで食うかな。
ということで早巻き。そんなわけないわな。あんな魚がリアクションで食うわけもなく、何かを口にするという行為自体をしない状態だわ。あんなもんは釣れん。もう40後半とか50近い魚が3匹ぐらいこうふわー言ってるけどね、ふわーふわーふわーって言ってるのに一切ダメやもんね。興味を持って寄ってくるすらしないもん。キューってどこ行く。あれは色を変えたりとかルアーを変えたりしてなんとかなるレベルなのか。ならないと思う。異物自体を嫌がってるわ。あ、パスパスパス。いや、話にならんな。話になりません。いや、ダメだな。見えてる魚を釣るのは不可能だな。あの魚は無理です。さあ、晴天無風のこのコンディション、まあ食わねえな。さっき見えた魚いたけど、まあ食わないっす。この食わないコンディションでミドストで食わせ、いや、ミドストを使ってもなお厳しいかもしれない。典型的なタフコンディションですね。こういう時はやっぱもうフィネスですよ。どうあがいてもフィネスです。人的プレッシャーとかやったらね、フィッシングプレッシャー的なやつだったらね、もうちょっとなんかこうリアクションがうんちゃらかんちゃらとかあるんだけど、天候によるタフコンディションかな。フィネスです。大概リアクションとかじゃないかな。特にこの高気圧無風のタフコンはね、大雨で一気に水温下がった影響でのタフコンはまたちょっと話違うんだけど、よし、来た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 。おい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 、フィネスが来ましたよ。うわ、でかっ。おお、ちょっと深いレンジに入れ込んだらでかいの来ましたね。浅いレンジで魚も罠だからね、この時期。これナイロン使ったら多分もう切れてるよ。フロロです。フロロやと、こういうやり取りをしててナイロンやとプンっていく。それが毎回起こる。ほぼ毎回起こる。 100% じゃないですよ。8割ぐらい起こるから、同じ太さやったらね。今は同じ太さのフロロでやってますが、4ポンドね。いやーい、よっしゃ、でかでかでか。 OK、 何の問題もなし。やっぱ細番手はフロロでございますよ。ほら、メスだね。あれ、これもしかして産んでる？産んでない。メスなのになんか細い。もう産んじゃったかなって思ったけど、水温的にはねまだちょっと早い。16度ぐらいだから、うん、ラインは歯に当たってるな。歯に当たってるけど切れない。マジでこれあれだな、ナイロンやったら切れたと思う。よし、ちょっと深いところに入れ込んで釣れました。ステージング的な魚でございますな。よいしょ、3メーターぐらいあるところ入れたらカリカリってきましたね。さっきね、この辺の浅いところに3匹ぐらいねクルーズしてる魚が見えたんだけど、そういう魚は無反応。でも典型的な春のクルーズ系だよね。で、逆にああいう深いところ、まあ深いって言っても3メーターぐらいのとこに入れ込んだらあれですよと。これどういうことかっていうと、シャローでクルーズしてる魚って
大抵オスなんよね。オスでそのまあメスの可能性もなくはないが、まあオスでいわゆるベッド場探しね。ベッド場探しで浅いところをスルースルーってこう巡ってる魚だから、別に食い気があるから浅いところにいるわけじゃない。だからその点で食わない、スイッチが入りづらい魚だし、じゃあスポーニング絡みだからっつってテリトリー意識があるかって別にない。だって探してる段階だから、ベッド行って作っちゃうと、俺ここ俺の場所だっつってテリトリー意識強めでなんかルアー置いといたら食うとかあり得るんだけど、そういうわけでもない。だからああいう魚は罠です。狙ってもなかなか釣れないし、釣れてもそんなにです、そんな大きくない。たまにでかいやついるけど、メスが混じってる可能性もあるんだけど、混じっててもね、なんかそんな食わねえから。これがね、朝夕とかになってくるとね、ベイトを追っかけ回してるみたいなやつもいるから、そこはちょっと一概には言えないんだけど、少なくともこんな晴天無風コンディションで浅いところをスラーって泳いでるような魚が餌食いたがって泳いでるわけないから、基本は全くゼロとは言わないけど、もしそういう魚やったらもう食ってます。何かしら反応があるはず。逃げたりしない。さっきのは逃げた。だからそういう魚。逆に2メーターとか3メーターラインのなんかブレイクだったりとかカバーだったりとかっていうところになんか陣取ってる系の魚、まあ、ステージングしてるみたいな魚はなんか割と口使いやすいので、ただ目には見えないからね、場所的にちょっと攻めづらくはあるけど、攻められたら割と簡単に食います。割と簡単に、めちゃくちゃ簡単にとは言わない、比較的です。で見えてるそういうクルーズ系の魚に比べたらの話です。あいつらは罠です。ほ、見えてんじゃん、やーりーじゃないんで。ミドスを使っても逃げますんで、何使っても釣れないってことです。じゃああれがね、もっと季節が進行したら話は別なんだけど、ベッド系の魚だったりとかアフター系の魚だったりとかっていうのになってくるとね、そしたら口を使うタイミングになるんだけど、今は無理。15度か16度とかそんなところだけど、今なんか前回と言ってること違うような気がするね。何やってん、釣れるから魚がいっぱい来るところでやるよみたいな話をしたけど、それはそれ、これはこれです。その時はあくまでも釣り方自体はそんなにどの釣りも可能性はあるから気にしなくていいから、まず場所を探せみたいな話だっただけ、気にしなくてもいっぱい釣れるよなんか言ってないから。ましてや水わりかし綺麗だから、ここ2メーターぐらいまでは見えますっていう、そんな感じなので、水が綺麗になると難しいよね。ましてやこんな晴天無風コンディションです。タフコンですね。雨でも風でも吹いてくれりゃいいものですが、見事に無風。ふぅ、いや悪くねえな、このセッティングもな。完璧じゃないとはいえ、あやべ、ちょっと雑くしちゃった、危ねえ。完璧じゃないとはいえ悪くない。糸はフロロだな。この辺までナイロンにして、ここからフロロにしたいぐらいあるんだけど、さすがにそれ複雑になりすぎちゃうから、仕掛けがねあんまりよろしくないから、シンプルこそベストやからね。信頼性はシンプルの元に成り立つから。ナイロン切れるんだよな。だから某王様もさ、細いナイロン使ってる時よう切るじゃん。あのエリアトラウトとかでさ、5ポンドとか6ポンドとか使ってるけど、よう切るじゃん。あー切れられましたね。だから細いナイロンってそういうもんだと思うわ。だからバスの歯で擦れたとしても、まあ、マスの歯がどうなのかちょっと分かんないけど、バスの歯で擦れたとしても切れない太さの糸を使うのがナイロンの場合前提だと思うわ。太くしていくならやっぱナイロン全然ありだと思うんだけど、細くしていくならフローだね。竿もなちょっと新しく組んでるんですけど、こうしたらよくねみたいな感じで自分で組み上げたやつですが、これでもなお完璧ではないな。あ、バス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 。あーでも見えてるバスだからな、食わねえんだろうな。あ、話にならんぐらいダメやわ。見えてなかったら食わんかな。おら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 、
いやー、見えてる魚は罠やな。シェードが絡んでも食わない。食ったわ。あれ、同じその魚か、見えてた魚か、どうだ。シェードが絡んだら食うんか。オッケーオッケー。さあ、ガリガリいってますよ。ラインが歯に当たってる音ですね。よいしょ、よいしょ。ナイロンやったらもう切れてますわ。ことあるごとにナイロンでかけん。なことないよ。クランクベイトで12ポンドとか14ポンドとか使うんならいいけど、読んじゃダメだよって話だだけ。うい、2匹目ミドスト無双。ミドストやったら釣れますよ。あ、こいつメスじゃんけい。ほら、フィメールバスです。フィメールバス。じゃあさっき見えた魚じゃねえな。これは多分さっき見えた魚もメスやったかもしれんけど。よし、あ、ふて、産卵間近ですね。これがプリスポーンです。俗に言うプリスポーンです。お疲れ。ほら、対抗がもう船だもんな。さっき見えた魚じゃねえな、こりゃ。メスは口を使う。オスは釣れません。オスが釣れるのはベッド作ってからです。そっち、ベッド作ったらオスの方が釣れる。本当は魚探とかを使って、あそこだなっていうところをこう通してきた方がいいんですけどね。ちょ、今適当にやってますけど。ミドストってどれぐらいな感じでやるの？これです。極論言うとミドストってこれでできたら最高なんですよ。さすがにこれはできないから、こんな感じでやるわけです。でもこれはパーフェクトセッティングじゃないと、アンドパーフェクトテクニックじゃないと、この速度でミドストできないのよ。当たり前だけど。でこんなんやってんの違うでしょ。同じなわけないじゃんってね。またバスいた。どうだ、反応するか、反応するか。ダメ。まあでダメか、ダメだよな。こうフラー来てるやつはダメだよっていうのずっと言ってるんだからさ。そりゃダメだわ。でも本当にこう来てるからさ、本当にダメなのかなって思っちゃうよね。本当にダメなんだね。あれはね、狙っちゃいけない。あれは罠、本当に罠。あくまでもこれ水温が10度台前半から中盤にかけての話ね。後半になってくると別だよ。